なちゃんおひさん、みなさんこんばんは、村木さんもこんばんは、たまねぎさん、ナイスだるまさん、ありがとうございます。ありがとうみんな。早っ、だるま100個早っだるま100個早っ。えいちゃんさんこんばんは。45分まで配信をします。お、まえちゃんロビンボーナススタート、ありがとう。にゃんさんいらっしゃい。21時45分まで、炎を炎をガチイベできた。うかめなこさんお疲れスタンプ、ナイス、かわいいっす。かわいい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 、ナイス、ありがとうございます。かわいい10個もいいんですか。かわいい10個もいただいちゃった、ありがとう、嬉しい。こんにちは、あ、吉本さん、高さんもこんにちは、皆さんこんにちは、いらっしゃいです。来たよ、いらっしゃい、うかんのうかめんなこしさん、皆さんこんばんは、神枝美香です。ただいまガチイベしております。あ、よかった、ガチイベ中に来れたね、ひなちゃんありがとう。ただいまガチイベしているので、もしよかったら皆さんありったけのお星様投げていただいて、ありったけカウントしていただいて、よろしくお願いいたします。ほら三種相応って、あ、ドラゴンボール、ファニコンスクラッチ、ビーシーチェキ届いた、よしょ、かわいかった今回のチェキ、落書き付き。足持ちみつさんこんばんは、紫蝶さんこんばんは、羽根馬さんもこんばんは、皆さんこんばんは。お、上広さんもこんばんは。あ、4位まだ20万ちょっとです。頑張るしか、でもまだ見えてるぞ、これはまだ見える距離におるぞ。1位を目指しております。あ、ケンジさんいらっしゃい、チキ開けて、シンジさん、玉ねぎさんナイスハート、ありがとうございます。エミチーズ可愛かったチェキ今回は落書き付きのチェキね。100個もありがとうございます。わあ、皆さんありがとうございます、本当にすごい、ありがとう、ありがとう皆さん、お星様もカウントもありがとうございます、たくさんありがとうみんな。今日はお友達に会ってきました、お昼。エミチーズ10年になりました、やった、タカさんナイスファンレベルアップです。お昼ちょっとだけやけど、お友達と会ってカフェしてきた、楽しかったです。はい、高校のお友達に会ってきた。高校のお友達やけど、実は小学校の時から知り合いの子で、高校で再会するというミラクルな再会を果たしたお友達に会ってきた。あ、ひなちゃんナイスカウントありがとう。あー、しっかり最終セットしてきた、ケンジさんさすが、マジ神だね、さすがです。お、 BPM さんもこんばんは、こんばんはありがとうございます。ウェイロさんファンレベルアップです、ありがとう。入って、こう皆さん入ってきてすぐはお星様投げるのにお忙しいかと思いますが、落ち着いたら全然コメントしてください。いやー、よかった、とりあえず2日目も終わりそうや。え、今日大丈夫やけど、弟も父親も熱出して、もう家の中で隔離起こってる。でもひなちゃん今日誕生日なん。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアひなちゃん、ハッピーバースデーツーユー、おめでとう、おめでとう。コロナ二人とも、かわいそすぎ。私はおめでとうございますって来てる、めっちゃめでたい、めでたい、おめでとうございます。二十歳になりました、もうお酒飲めるじゃん。お父さんも弟も熱出して何も
楽しいことなかったら一人で部屋でお酒を飲むという。え、まだ検査させてもらえない？ええー、そんなんあるの？普通にできやへんねん検査って。すべての星をギフティングボタンに今気づいた。あー、パソコン？ウヒロさん、パソコンやったらそれがあるらしい。カメラさんこんばんは。若いなーって、若いなーっても言い出したらおじちゃん。MT、わしのことは気にせず先に進むんじゃ。何があったんや、倒れてる、倒れてる、ユーティーが倒れてる。どうしたんだ、何があったんだ。え、昨日からさ、ここら辺刺されててさ、めっちゃ痒いんよ。なんかに、何かわからない何かに刺されてて、アンパンマンパッチを私はさ貼ってたんやけどさ、それでも痒い。足やばいの、ほんまにびっくりするぐらい刺されとって。アンパンマンパッチってでも本当にすごいなと思う。めっちゃいいよね。藤先生、なんで今週ワンピースの原稿を落として休んだんですか？え、今週ワンピース休みなんですか？私さ、ジャンプで読んでないからさ、分からんのよね、それね。誰がおじちゃんやねんってツッコミの年になった。まとめて投げられるようになったらすごく楽になったって。いつからなんですか？最近？パープルさん、ジノサンさん、いらっしゃい。たけしさん、たけしさん、団子三兄弟、団子三兄弟、団子三兄弟、団子、ありがとうございます。たけしさん、いっぱいお団子ありがとう。嬉しいお団子たくさんありがとうございます。めっちゃいっぱい来た、嬉しいね。ずっと連打してた。なんかね、パソコンやったらワンポチでいけるらしい。俺もつい先月ぐらいになったけど、検査もなかなか診察もしてもらえなかった。そうなんや。私すぐ薬局で買って、検査キットみたいなやつやって、2日間やった。検査スペインで、で陽性出て、あーやっぱ陽性ですねってなって、お家で安静にしてた。スペインでなった時って感じ。休みでした。あ、休みやったんや。原稿落としたん？原稿落としたとは、原稿落としたってやばいな。まとめて投げれる、そう、パソコンやったらワンポチで投げれるみたいなんですよね。すごい、まとめて投げるボタンみたいなのがあって、まとめて投げれるんだって。そう、携帯性は知らないんですよね、それね。今日は可愛い子に会ってきた。え、誰？誰ですか？エミチも感染したのか。そう、でも今年の1月ぐらいかな、2月か1月ぐらいかなに感染した。うん、でもまあまあまあ、全然あれでした。思ってるよりかはまだマシな方やったかな。うん、なるほど。俺携帯でやってるからか。そう、携帯やと、パソコンやったらまとめて投げるボタンがあるんだって。ずかさん、ずかさん、パソコン、パソ、パソパソ、パソコンやったらボタンがあるらしいです。え、スマホでも多分まとめて投げできた気がするって。スマホ多分ないんじゃない？多分やけど。ゆうさんが倒れてる。多分やけど、パソコンは無理ぽ。指連打すればいいじゃないかって。え、嘘やん。京平さん、星投げスタンバイしてたのに寝落ちしました。だってピエンすぎる。ピエンス、ガチ上の時の寝落ちはピエンやな。ありがとうございます。でも本当に、え、ひなちゃんも8月に熱出した時にこうなったけど、これ検査させてもらえんかった。検査させてもらえんってなんなんやろうね。薬局に売ってない？簡易キット、 PCR の簡易のやつ、自分でできるやつ。私いっぱいあるからあげようか。すぐできんで。プロフ、かわいい子見る。かわいい、めっちゃかわいい、赤ちゃんみたい。パソコンは、うん、高橋名人じゃないから、連打はちょっと、どなただ、つい最近から見たい。そう、推しの
イベントの時は朝5時からポチポチ、それはそれで楽しかったんですけどね。ひえ、朝5時大変。うあ、くしゃみ。ギフトの頃にできるのがあるって、ギフトのとこにあるのかな。吉典さんファンレベアップです。昨日待機してた猫が来て抱きしめてたら寝落ちした。かわいい寝落ち第一。あ、オッケー、玉ねぎさんありがとう、待ってます、お仕事頑張って。みちおかえり、ただいま。どっから、あれ、いつからおらん。友達のお家に来たにゃんこ3ヶ月、やっぱ赤ちゃんや。抗原検査かなんかよな、あれ信憑性ないって聞いたしって。あれ、あー、そうなんや。なんかあの唾液のやつじゃないやつ、ちゃんと自分で鼻の中入れるやつがもあって、 PCR じゃないけど、でもあれしてたら、あれでだって陽性ってなったら陽性なんやってなるし、とりあえず知るのではいいのかなと思うねんけど、一応うん、死よりはいいんちゃう。うん、うち割と広島にしては人口多いとこ、家にあってもう売ってないよな。そうなんや。あれはAmazonのプライムとかでネットで買っちゃうみたいな、一日で来るみたいな。ナミちゃんこんばんは、ね、どうやってまとめ投げ、パソコン、ずかさん、はるさんこんばんは、みちびえん、うん、くしゃみすると30分引きずるんです。たけこ、えぐち、だいちゃんいらっしゃい、捨て星の時間間違えて3週目終了ギリギリになりそう。嘘、本当にやばかった、間違っちゃった。そうだよ、探し出せようかなって。なんかね、探してみる分には絶対いいと思う。うん、ないよりかは。妖精だけど羽は生えません。羽生える、あ、そういう妖精か、エンジェルの妖精みたい。くしゃみしそう、うできない、うっうくしゃみするとさ30分ぐらい引きずるんですよ。ケンジさんハート100の椅子ありがとうございます。パソコン塚さん、やったらギフト投げるところにまとめ投げっていうボタンない？コロナ気にしてたらどこにも行きませんよねって。まあそうね、ただまあでも家族の中とか友達に会う時とかにコロナなってたらやばいなっていうような人が身近にいる人とかはやっぱ気にしないとあかんよな。あら大変そう。パソコンでのまとめ投げは水色の星の横にある宝袋みたいなアイコンだって。パソコンのギフト欄の右横の袋をポチればまとめ投げ。あと、ただきさんが久しぶりにコメントしてくれてる。ただきさん、何そのイベント、これお天気ナビゲーターのイベントです。今ガチベで参戦しているのでよかったら応援してください。大君、お星さんも全部投げて。プロフ、エミチさんとデートしたい子、かわいい、ちょっとヤンキー、ちょっとオラオラ系、ちょっと甘ギフもらったしポチるわ。甘ギフもらったんや、それはポチろ、すぐ届くから。普通のくしゃみか、普通のくしゃみ。ただきさん、ただきさんファンレベアップの一瞬ありがとうキングって。45分配信でこと30分なら無理やった、ギリギリセーフ。ところでエミカさん何か忘れてませんか。なんか忘れてる、くしゃみするときスペイン語するかと思ってた。どういうこと。東京虫 NMB のライブ。あ、まとめ投げってスコスコじゃないのかなって。あ、じゃなくてパソコンでできるんやってね。県をまたぐときは二重マスクしてる。あー、なるほどね、念のためにね。なんか自分なりのね予防法をこう徹底するのやっぱ大事なのかな、うん、私は消毒とかやっぱしっかりするようにはしてる。今日はスタバ行きましたが、今日は行かなかった、うん、今日は行かなかった、珍しく今日は行かなかったです。なんか当選したらしくて、2社から1000円ずつもらって2000円たたいてもらった。すごい、めっちゃいい、めっちゃいい、すげえ、それは買えるな。日比谷野外音楽堂、野外でするの？星をめぐってタケコと江口の構想が始まるって。江口ってそんな絵やったっけ、今まで。
20日ぶりにここで発言した。めっちゃ久しぶり。ずかさん困ってたし、優しさでも思わず、私に対してとかじゃないもん、ずかさんへの愛でコメント。知ってるやん。やおん。パソコン Wi-Fi が認識しなくなり、お亡くなりになってしまったん。まさかの。ただいきさん、ファンデパップナイス。本当だ、パソコンまとめ投げ用の袋あって初めて知ったね、らしいんですよ。パソコンは皆さん、お星様まとめ投げできるので、よかったらパソコンからも見てみてね。ふふふ、明日からマクドで月見始まる。あのね、昨日も喋っててんけどさ、あれってどういう味なんですか。普通にマクドのハンバーガー、普通のノーマルのハンバーガーに目玉焼き乗ってるだけ。つうねさん、フォローありがとうございます。ナイスです。パソコン使えないの。ちなみに1年ぶり2回目。え、今日来てくれたのが、どういうこと、何が。毎日まとめ投げしてるけどな、さすが。10月に日比谷のね、やおんでライブ、何年かぶりに行けそう。おお、やった、楽しみすぎる。今日は台風の影響、仕事休みだったんです。あー、そうなんや、よかったですね。ちょっとリラックスできました。つかさんなら直接言ってもよかったのか。どうしてもここでやっぱ今すぐに言ってあげたかった。ナゲットの月見って何。そうも気になる。そういえば TikTok に偽蜜さんがいらっしゃるね。偽物は服は黒メイン。あ、なんかそう、偽蜜がいるらしくて TikTok に。そう、私の投稿で投稿し始めてる人がいるらしいので、ちょっと皆様よかったら見つけてください。見つけて報告だけお願いします。私のアカウントはチェックとかはついてないんですけど、ちゃんとフォロワーがいる、52万いるやつです。ぜひチェックした、見つけたら通報しておいてください。あ、じゃあ4つもあるの。そうなん。ただゆきさん、みゆちゃん、ファンレベアップナイスに、1年ぶり2回目は同じ症状で。あー、パソコンの話か。マックフルーリーのモンブランなのに月見扱いも謎。モンブランなんや、マックフルーリー。あれなん、なんかお団子にかける、なんていうの、あれ、甘いシロップみたいなやつ、何だっけ、あれがかかってるとかではない。二世道いるらしい。そう、インスタに載せました。いろんな方から教えていただいて、発言ごとにレベル上がるといつちょっと発言してなかったから、本的手段でさばきましょう。むすっ、私のアカウントはカレーって言ってられても、そう正解、そう正解。でもひょっとしたら他のアカウントも言ってるかもしれない。ワン君かわいい、ありがとう。ナゲットはゆずしちめ、めっちゃ美味しそう。黒蜜、あんみつ、黒蜜かな、黒蜜っぽい。ゆうさん、こんばんは。それがかかってるとか、でも月見バーガーがよく分かってなくて、私、普通にあれなんかな、どうなんやろ、どうなってんやろ、ノーマルな味ではないのかな。キヨピーさん、フォローナイス、ありがとうございます。あんことお餅の月見パイ、あ、そうだ、月見パイは一生食べたことない、ね、絶対お餅入ってんね、毎年。かわいい、毎日6年前の NMB と学ぶ君見てるよ、見せてるよ。毎日6年前の NMB と学ぶ君見てるんで、やばいな、ありがとうございます。翻訳したりしてんのが本話か。同じ動画を多分アップされてると思うんで、正直動画では見分けはつかないと思います。フォロワー数で多分見分けつけなあかんのかも。動画めっちゃ投稿してんのが私。みちかわいい、ありがとう。卵夜月見、卵、目玉焼きみたいなのが乗ってるだけ、ハンバーガーに。黒蜜、あんみつ、星蜜。月見ながら食わなきゃいけない、ノーマルやねんって。お月見だって、そうだもんね、本当はね、お月見、月を見ながら食べるから月見やもんね。6年前も可愛くて、あんみつ綺麗になった、ありがとう。月見と江口って何が違うんだろう。確かにどう違うんやろ。いや、その辺の味付けのあれが分かんなくて、食べたことなくて。ドリアンおじちゃん、こんばんは。ヨシキさんのカレーは辛いで怒ってリハーサルぶっ
ちぎって帰った伝説。何それ。45分刻みで開始します。はい、今日は残り25分配信して23時からまた45分で本日は終わりです。これは52万1000人のやつです。ベーコンも挟まってる。味付けはお疲れさんです。お疲れさんです。今日は YouTube 40個見てて、ありがとう。あね、むっちゃね YouTube ね進んだ。めっちゃもうほんまにあとちょっと。ドニアおじちゃん美味しそう、ありがとう。あー、ただゆきさん、すげー、ありがとう。ただゆきさんすごい。なんかこれ何、フルーツセットみたいな。フルーツセットありがとう。ただゆきさん、いただきます。あわわわわわわ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。すごいかっちょいい、ありがとう。エミチーズ11人になりました。やだ、エミチーズに参加ありがとうございます。初めて見たギフトだった。これコクうますき焼き月見、月見バーガー、月見マフィン、月見パイ。すき焼き月見美味しそう。普通の月見バーガーが何味なのかでも知りたい。甘いんかな。井出村さんこんばんは。イベント11日までです。とりあえず頑張り、ありがとう。まとめだけすげーって。 TikTok で神田美香って入れると歌詞動画って出てくる。なんで歌詞動画、そんなんあげたっけ。チキンマックナゲット、ゆず七味ソース、栗のモンブランの月見マックフルーリー発売。え、多分ね、チキンマックナゲットとモンブラン食べたいかも。やべ、一気にレベル上がった。さすが、すごすぎ。カレーが辛かったから怒って帰った意識さんのリアル話。シャワーが熱かったもん。うわーらららら。おでん虫さんはレベルアップナイスです。ちょっと飽きてきたと YouTube。 飽きないで、新しい動画また今ちょっと編集中なので少々お待ちください。ケントの月見の方が美味しそう。どう味が違うの。最終とカウント完了、ナイスビジ、ありがとうございます。照り焼きソースのイメージ、普通の月見バーガー。照り焼きソースも美味しそう。じゃあ全然道の歌詞動画じゃない。なんでなんで出てくるの。やちぐるさん、道いい、やっほーい。つなぎの入ってないジューシーな 100% ビーフパティに、スモークベーコンをのせ、ほんほん、クリーミーで濃厚なトマトクリーミーソース。トマトなんですか、トマトなの。あ、フォローありがとうございます。ゆいさんかな。え、あ、えを、なんて読むんだろう、わかんないや。あおいさんかな。フォローありがとうございます。よろしくお願いいたします。トマトクリームソース、月見バーガー、マクドの方、トマトなんや。ケンタの月見はケンタのチキンが挟んであるから、そちらの方が美味しそう。あ、チキンが好きな方はケンタか、多分。ビーフかチキンかってやつ、ひょっとして。私はね、私食べたことないねんな、マジ。月見バーガー食べてみたいな、ちょっと興味はある。うん、月見バーガー、チキンナゲットとゆず胡椒じゃないねんな。でもゆず胡椒はありきたりすぎて、ゆず胡椒じゃなかったのかな。京平さん、ファンレベアップナイスです。チーズ月見はチーズ好きなたまらないとろけるチーズ、チーズとクリーミーで濃厚なトマトクリームソースの、あ、トマトクリーミーソースばっかりやな。あ、はじめさん、久しぶりかと完了、ありがとうございます。ナイスです、嬉しい。もうプロですね、やっぱはじめさん。カウント確か月見パンが明日からです。明日、この間ね、3日前ぐらいにマクド行って、あ、月見バーガーもうちょっとで出るんやと思った。自分もない元気さ。でもいつもチーズバーガー食べるなら。今日の練習うまくいきましたか。今日は練習はなかったんです。今日はオフ。お家でちょっとやらんといけんことやって、で、お友達に会ってきて、で帰ってきて筋トレして、ラウ。まあ、ではカロリーやばそうだけど、トリプルの肉厚ビーフ。おートリプル、あれ噛むの難しいやつ。チーズが入ると30円、やっぱもう30円ぐらい払う、60円ぐらい払うちょっと欲しい、カッパラってきます。いってらっしゃい、新しい言い方だな。えみちに褒められた、嬉しいって。褒めるよ
昼マックは照り焼きばっかり。照り焼き美味しいよね。チーズ嫌いやからいつもチーズ抜くの。うわー、そうなん。もね、チーズ好きからしたら意味わからんっていうやつやな、確かに。嫌いなんや。マリコンスクラッチのみかんチェック全部で73枚。100枚までもうちょっと、もうちょっと。充実セブチ。今日は早い。かわいい。白でもなんか統一しちゃってる背景と。トリチ、通常メニューならへんかな。トリチの食べたことないんだな。美味しかった？私スペインでダンスの帰りに知り合いがマクドやったかな、あれ、頼んでて全部抜きにしてた。ほんまにピクルスもトマトもレタスも全部抜きにして頼んでて、ハンバーガーはこれじゃなくちゃみたいな感じで頼んでて、すげえと思った。野菜ゼロにしてもう食べてた。すごーと思って。あとジュースは氷抜き。あ、氷抜きは私わかるかも。チーズ食べたことないの？次2枚目から当たらなくなる。でも最近 A 当たるもんね、シンジさん。マフィンのチーズはこの間食べたけど。マフィンのチーズ？どこでも寝れるように各部屋にベッドある我が家。ねえ、さすが猫ちゃんハウス。チーズバーガーからパテ2枚でダブルチーズバーガー、パテ3枚トリチ。パテはね1枚でいい、正直。ジュースは確かに買う。 BLT はトマト抜きで頼んだやつ知ってる。おーっと、 BLT はトマトはいるぞ。結露が嫌すぎてジュースは氷抜き。それもなんでってよく言われる。私冷たいやつより常温が好きやから。氷はなんかさ、あれなんだっけな、ドリンクバーとか自分で氷入れれるやつ、氷絶対入れへんもんね。お兄さん3週50完了ありがとうございます。あー、夕方スタバシしてた時アンチがショールーム配信してた。ショールーム事情疎くて汗。そっか、アンチも今配信してるよね。この前の白いシャーバーが美味しかった。白いトリプルチーズバーガー、なんで何人で白いんやった、わかるね。いつもお水とかも常温のやつ頼む。コンビニで買う時も常温。タピオカは常温。タピオカは飲まんのよ、ね、私。嫌いなのよ。みゆちゃんナイス。これなんていうか分からない、秋の草。ありがとう。ありがとうございます。氷抜きの方が少し多くなるらしいねって。なんかあるよね、どっちも。もう全然入ってないように見えるやつもあるよね。お、3週終了ありがとうございます。ナイスです。読みにくかった最初。ただいきさん、さすが。必ずピクルス抜きのやつもいた。私ね、ピクルス大好きで、ハンバーガーのピクルス、ちっちゃい頃からお母さんの入ってるピクルスも食べてたと思う。多分友達と食べてて、ピクルスいらんってこう取ろうとしたら、え、欲しい入れてって言ってピクルス2枚にして食べたりする。ピクルス好き、あれ美味しい。白トリチどんな味？マックスコーヒー美味しい、美味しい。徐々にね減っていってる、家のマックスコーヒーが。マックは氷なしにすると量が増える。あ、同じこと言ってた時。あ、トリチ赤は食べた。シャーアズナブルの赤、何味？ススキか。ススキありがとう。タピオカってセイロガみたいです。それフルコース管理ポイント。あ、カー君ありがとうございます。ナイスです。氷なしでも同じ高さまで入れてくれる。あ、それならいいね、確かにね。うんうん、同じ高さじゃない、同じもう量が決まってるってなると氷の分低くなって全然入ってないように見えるの。はい、ピクルスなし必ず頼む。あ、そうなんや。ピクルスなし、ピクルスありがいい。業務スーパーピクルス瓶詰めやすいよ。あ、なんかピクルスのみを食べるのは普通で、なんか別に好きってわけじゃない。ハンバーガーのあそこに入ってるピクルスが美味しいんですよね。自分で作るのすげえ。タピオカもちもちしてるのど詰まりそうなやつです。正解。ピクルスまとめて送られてくる、食べかけのピクルス。タピオカなんてカロリー高くてよう食べん。あ、もう忠之さんは食べてください。ゆうやくん、こんばんは。こんばんは。タピオカはもうもちもちが嫌で食べない。ゆうさん1050完了ナイス、ありがとう。ピクルス食わんから心筋梗塞になるって。え、ピクルスって体にいいってこと？タ
ピオカなんでタピオカミルクティーなんか飲んだら糖分の塊。うちはいつもね、ちっちゃい時、ちっちゃい時学生の時、周りタピオカ屋さん行ってたらタピオカ抜きで黒糖ミルクとかなんか頼んでた。あ、食ってるけどなってた。え、やだやだ、ゆうさん、ゆうさん、ありがとう。だるまさん、だるまさんがゴールンだ、ありがとうございます。嬉しい。そんなやつおらんやろ。新品のピクルス、新品か、新品ならよかった。タピオカよく飲むよ。今でもほうじ茶ラテとかいちごヨーグルトで頼むで、そのジュースのあれは美味しそうやなっていつも思うんですけど、タピオカいらんなと思って。白いとろチーズバーガーはホワイトチェダーチーズ。あー、なるほど、チーズなんですね。美味しそう。ゆうさん、だるまさん、100ナイス、ありがとうございます。なあ、タピオカドリンクはすっかりカビ人気なくなった。糖分は頭を動かすのに必要。え、呼んだ今日は味噌ラーメンを自作したインスタで、すごい、一から味噌ラーメンを。美味しかったですか。タピオカ苦手で以上しか飲んだことない。そう、私も苦手やから恐ろしい。それ黒糖ミルクティーやん。正解。ゆうさん、ハートナイス、ありがとうございます。タピオカの代わりに何、丹波の黒豆。え、飲んでたら黒豆入ってくるの嫌なんだけど。かしもちみつおさん、千万両ナイス、チャリン、ありがとうございます。ハバネロアラレとは下火、下火、下火って読む。タピオカスペインでも流行ったの。スペインでも売ってるとこある。でもその流行、なんか日本より流行り、なんか日本は流行るのがすごすぎるんやけど、人の真似をするから日本は。でもヨーロッパとかって我が道を行くから、そこまで流行るっていうのはない。人気で売り出されてるっていうのはあるけど、タピオカ抜きやったらただのドリンクなんで。そうなんですよ。ゆうさん、ハート100です、ありがとうございますね。ただきさん、21日来るんって、来てくれるん。ゆうさん、お花ナイス、ありがとうございます。ふ、食べる前のキャラ診断2回したけど、シャーしか出なかった。キャラ診断とかあるの。三振、ありがとう、しんじさん。あ、でも全然セーフだね、時間。ゆうちゃん、ファンレベアップナイス、ありがとう。フルできないのせめてギフトよ。へ、ありがとう、ゆうさん、嬉しい、ありがとうございます。ありがたみが深み。21日お休みもらえませんでした。あ、そうなん、うわ、来れへんの、ピエンすぎるな、ピエンすぎる。この前風花さんにタピオカめっちゃ勧められたって。何のタピオカ、今度こうって。トークマオキュンのイベント行きます。21は池さん出して遅れたからセミコースコンプリート、ありがとうございます。何のことやらって思ってる方いると思うんですけれども、9月21日に鳥の名前の少年という朗読劇に出演させていただきます。大阪です。大阪で、7時半からです。大阪市芸術創造館っていうところなので、よかったらぜひぜひ来てください。もうチケットは販売中でございます。え、M字久しぶりに、うわ、なるほど、そんなことするみたいなことします。星かっぱらってきたら投げます、ありがとう。どうぞ、お詫びにハバネロアラレ送りますか。ハバネロアラレはいらんない、あ、遠慮しとくって。コンビニのしか飲んだことないって言ったら、あれはタピオカじゃないって言われて、あ、本物のやつ飲んだ方がいいよって。わかるもん、コンビニの生ハムしか食べたことないっていう人がいたとしたら、ほんまの生ハム食べてほしいと思うもんな。でも好きやったらやっぱ。ゆうさん、お疲れスタンプありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。エミカに送ってやってください。ハバネロアラレは、アラレは美味しいけど、ハバネロはちょっと遠慮しとくかな。ハバネロは遠慮しとくかな。よいしょ。あ、ゆうさん、かわいい、ナイス、ありがとうございます。かわいい。コンビニ行かないで生ハムとか買えるわけないって。私がスペインから密輸しようか。そんなことしたら牢屋に入れられてしまう。京平さん、ファンレベアップナイス、ありがとうございます。あ、大丈夫や。あ、そうね、ギフトはできればかける10でお願いします。皆さん、もしギフトを投げてくださる方がいらっしゃいましたら、
かける10個連続で投げてもらうと、どんだけ小さい数 の、 あのギフトでも10個投げてくれるとボーナスポイントがつくので、なので10個投げてくれると嬉しいです。例えば100のギフト1個より10のギフト10個の方が100ポイント以上こっちもらえたりするんで、めちゃくちゃお得になるので、もしよかったら。配信残り10分です。1日3回くらいコンビニ入っとるわって、めっちゃ入ってる。あられは海苔巻きあられ美味しいよね。えみつゆいい言葉ではありません。日本は今韓国の辺ですぐに輸入するからね。クロワッサンのワッフル、クロフル、なんかで見たことある、クロワッサンワッフル、クロワッサンベチャーン潰すやつやんな。クロワッサンはクロワッサンが美味しいと思うのは私だけですか？イベントの関係って10連でポイント 1.2 倍になるんですかね。それです、それでございます。ロスタイム10分、ロスタイム9分です。ハバネロアラよりもらったひまわりの種の方が塩辛いハバネロは辛い。アイス1個1つだけ買いに行くしって。あ、ガリガリ君リッチをネットで頼みました。普通のクロワッサン売ってたけど配線優先して買ってないって。どういうこと？配線優先してって、配線茶は配信優先してって、あれですか、急いで帰ってたとか。えみち流行り乗ってるね。流行り乗ってる。クロワッサンワッフル、クロフル、クロワッサル、クロフルやね、クロフル。あ、今夜お月様綺麗よって。台風が出ていったから。クロワッサンはアーモンドです。買い物行ってた。あ、そうなん。え、買ってきてよかったやん、クロワッサン。急いで帰ってくれてたん。某アイドルのショールームバトルで星投げカウントとギフトのシステムはダム叩き込んでも、さすが恭平さんプロフェッショナル。ハバネロアラとか売ってるくらいだから、それなら辛くない。あ、辛くないんですか。トレイキさんが強いじゃなくて。ホムラさんこんばんは。どんな味リッチって。濃厚プルフ。なんかニャンニャン言ってると思ったら何かいた。かわいい。何かわいい、かわいい。外から見たらかわいい。ヤモリ。レジ並んでたから諦めた。あー、そういうこと。ガリガリ君ハバネロ味はやばい。クロワさん人みたい。あ、クロワさんたい焼きあるよね。ヤモリ。タケさんこんばんは。クロワさんたい焼き流行ってるよね。クロワさん、クロワさんパイ生地で作れる。にこうキュッとしてこんばんは、こんばんは。ワンハバネロアラネアラレ。うちの親はギブアップしてて、それくらいの辛さ。あ、じゃあ辛いやん絶対。じゃあ辛いやん。ニャニャ言ってるけど会話してるのかな。カーも邪魔だお前出ていけおいって言って喧嘩売ってるかも。アーモンドクロワッサンいい曲。あれ温めると油っぽくなって、あ、温めてから冷めるまで外でちょっと温めるじゃないな、オーブンでちょっとやってから2分3分ぐらい外で放置してたらいい感じになるらしいよ。もうすぐね。時間早いわ。時間早い、あと5分。ヤモリってサングラスかけて髪切ったっていう人。タモリさんよそれ。クロワッサンは小さめのがたくさん入ってるのが好きって。スペインでよく小さめのやつ食べます。美味しい。2週と50カウントします。ありがとう京平さん、ありがとう。ユッティさんいいよ。何やこの絵文字は。ダンス配信しないよ。しない。あと5分で終わります。クロワッサンたい焼き買いたいのに、都内は銀だこ秋葉原しかない。え、銀だこで売ってるのクロワッサンたい焼き。そういうことではないか。ナイス、モヒカンのダイナソーさん、ナイス。これなんだっけ、これなんだっけ。ヤモリじゃなくてススキや。ススキありがとうございます。アーモンドクロワッサン実際にあるよ。実際クロワッサン10個入り売ってる。
あめエメカさんの YouTube の通知が来た。日本語講座ショート、ショートあげた。毎週ショートは一応アップしておりますが、まだ全然本編が上げれてない。ヤモリヤモリローソンの、あ、台湾カステラもめっちゃ人気ですよね今ね。え、銀だこのメニューなんですか、クロワッサンたい焼き。まさかの、多分たこ焼き売れになってクロワッサンに行った。銀のあんっていうたい焼き屋さんにはクロワッサンたい焼きあるよって。あ、じゃあ銀だこじゃなくてもあるかもよ、ひなちゃんが言うみたいに。ちょっと前までファミマリアもぐるちたんやけどなーって。あと何時間、あと5分。あ、そうなんですか、池さん。世の中には大福クロワッサンとは激甘クロワッサン、やばそう。エミツの姿見、スペインの大きな鏡ですか。あ、ありがとう、こっそりさん DM くれてたよね、ひょっとして。ありがとうございます。めっちゃね、皆さん YouTube 見てくれるからめっちゃ再生回数伸びてってる。マジでこの調子でお願いしてもよろしいですか。とりあえず収益化だけしたくて。バイト先のことバサキっていうん、かっちえ。台湾カステラは食べたことないの。銀だこってたこ焼き煮たもん。ただゆきさんもありがとうございます。めっちゃ助かってる本当に。多分マジで皆さんのおかげで再生回数伸びてる。クロバさんチョコミント最悪。ん、星休み中、別のとこですいません。え、こっちでちょっと投げてよ、お願い。実験時に見てます、ありがとう。大阪にもあるよ、スペインの鏡、懐かしい。もうあと3分で終わるなので一回、先にランキングだけ読んじゃいますね。いきます、ランキング読みます。13位上広さん、12位高さん、11位はじめさん、10位鳥親父さん、9位かーくん、8位しんじさん、7位かしもちみつぞうさん、6位道明寺健二さん、5位玉ねぎさん、4位ゆうさん、3位たけしさん、2位ウーカメンの箱推しさん、そして1位は名前の癖が強すぎる民暴民ただゆきさんでした。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。次回の配信は23時からです。それにて今日の配信は一旦終わりです。イベいつまで、11日までです。11日の29時59分59秒までです。はい、お疲れ様です。皆さんありがとうございます。この時間の配信で終わりの方もいるかなと思うんですけども、あ、向こう確か7以降ならいける。最悪とか言わない、ごめん、チョコミント癒せ癒せでさ。次の明日の配信、今日はこの次で終わりなんですけど、7日の配信は12時から30分、6時から45分、9時、あ、これ6時45分に終わって9時から始まったら星3周できんやんよな、多分これ9時じゃなくて時間変えよう、あとちょっと考えときます。20分あげる、ありがとう。あ、ダイス、だるまさんが転んだ、ありがとうございます。次2周はしたい、2周してほしい。あ、もうちょいで終わりですね。はい、それではもうそろそろ終わりたいと思います。次の配信は23時からです。明日は12時からです。はい、また載せときます。よし、ほんならみんなありがとうございました。目安は3時間ね、ちょっと遅めにするわ、計算し直すわ。また後でね、みんな次の枠で会いましょう。今時間を気にしてます、めっちゃ見てます。ありがとうございました。また後でね、バイバーイ、ありがとう。フレフレ、全然時間変わらへん。フレフレ、イエイ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 、ありがとう。